ねえねえ、留学ってどんな感じ？愛さん、世界の広さにすっごい興味あるんだよね。教えてくれる？マリさん、お誕生日おめでとうございます。英語が話せるってすごいですよね。グローバルスクールアイドルです。マリちゃん、お誕生日おめでとう。あ、今からバースデーパーティー？私も一緒に行っていいの？マリさんのいいところはそのパワフルさと行動力です。もう少しおとなしくてもいいとは思いますが。マリ、ハッピーバースデー。あなたと一緒に過ごす時間はとてもハッピーなの。ハッピーバースデー、マリちゃん。パパがイタリア系アメリカ人なんだよね。私もイタリア系なんだよ。ちょっと親近感。マリちゃんの誕生日プレゼント何がいいかすごく悩むずら。横文字っぽいものがいいかな。マリさん、お誕生日おめでとう。言葉遣いがチャーミングな素敵なマリさんです。マリさんはゴージャス美人なのにとっても面白いの。お誕生日おめでとう。マリはふざけてるようで実はふざけてないから油断ならないんだよね。もちろん褒め言葉だよ。マリちゃんおめでとう。マリちゃんの好きなインダストリアルメタルって音の迫力がすごいけど、大音響ってふっと眠くなっちゃうことってない？マリちゃんおめでとう。留学のお話詳しく聞いてみたいわ。私も海外で自分の力を試してみたいの。マリ先輩おめでとうございます。ナイトヘリコプターでお誕生日祝ったことがあるって聞いたんですけど本当ですか？カスミンも乗ってみたいです。マリさんハッピーバースデー。マリさんの笑顔は南国の太陽みたいにキラキラしてるの。ハッピーバースデーマリ。シャイニーにツバメの巣を入れたらどう？ランジがプレゼントするわ。マリ、あなたの弾けるような笑顔を見ているとハッピーだわ。誕生日おめでとう。ハッピーバースデーマリ。君のパパのホテル、うちも家族でよく使わせてもらってる。第二の家みたいなものだよ。マリ、お誕生日おめでとう。広い海みたいにダイナミックなマリが好きに行くわ。マリちゃん、ハッピーバースデー。今度マリちゃんに英語を教わりたいな。マリちゃん、お誕生日おめでとう。これ、プレゼント。うわぁ、苦しい。ハグ苦しい。今日はマリさんのお誕生日。リンたちもいっぱい歌って踊ってお祝いするんだ。マリさん、おめでとうございます。リナちゃんボードはビジネスチャンスになるでしょうか？マリちゃんの目は何でも見透かしているみたいで、見つめられるとそわそわしちゃいます。マリさん、おめでとうございます。留学の時のお話ぜひ詳しく聞かせてください。ワールドワイドな感覚を身につけたいんです。マリさん、お誕生日おめでとうございます。シャイニのレシピを教えていただけませんか？姉が食べたがっておりまして。マリさん、お誕生日おめでとうございます。マリさんが留学したように私も国際的な女優目指して頑張ります。マリの誕生日です。美しさも豪快さもあり、彼女にはたくさんの魅力があるんですよ。マリにもきっと黒い翼が似合うと思うのよね。そしたら、あれ、ヨハネより魔王っぽくない？マリちゃんって一緒にはしゃいでいても冷静に周りを見てるんだ。そういうところすごいと思う。今日はアクアのみんながマリーのバースデーを祝ってくれるんですって。嬉しくって泣いちゃうわ。